皆さんこんにちはともりあなたですもう11月も終わってしまいましたねまたこの動画を撮ってるっていうことはもう一瞬で1ヶ月が過ぎていってしまいます今日は11月買って良かった使って良かったものをご紹介したいと思います 11月は結構私東京にいないことが多くて出張だったりとかあとプライベートの帰省だったりとかいろんなところに行っていて正直すごくいろんなものを買ったというよりはなんかお仕事先に行った時にあ気になるなるっってていいううものを購入したりとかっていうことかこ新発売のものもあればちょっと日本で売ってないやつだったりとかっていうのもあるのでスキンケアボディケアそしてメイクといろいろありますが楽しみに最後まで見ていただけると嬉しいですでは早速1つ目はこちら。アアテニアスキンクリア クレンズオイルです。 先生今更アテニアのクレンジングですかって思った方もいらっしゃると思うんですがコスパ最強で昔私も YouTube で何回もご紹介したんですけれどもそれが11月の半ば15とか16ぐらいにリニューアルをしたものにともとすごくコスパもよくて素晴らしいクレンジングオイルだったんですけれどもさらにオイルがプラスされて素晴らしくなったんですよねざっくり言うともともとアテニアのクレンジングオイルって肌の着ぐすみを落とすっていうか肌スティンっていうふうにあのアテニアさんは呼んでる んですがそれを落とすオイルが入っていたんですねそれがロックローズオイルとサンゴソンオイルあとイモーテルオイルだったんですがそれに今回プラスしてなんか肌のゴワッとした硬さあるじゃないですかそれを柔らかくして次のスキンケアとかが入りやすいようにだと思うんですが、けどその肌のゴワつきを落とすっていうオイルがプラスされましたそれがククイナッツオイルっていうオイルなんですがこれが硬い角質をほぐしていくっていう効果があるらしいんですね使い心地は正直何 が変わったのかなっていう感じなんですけれども相変わらずさっと落とせるしまだ使って12週間なので硬い角質が落ちたからどうっていうのはないんですが相変わらずやっぱり気薄みは落ちるし気持ちよく落とせるしこれがまあ2000以下で買えるっていうのがやっぱりすごいなと思いました多分リニューアルなんで今までのやつにがどんどんこれに変わっていくと思うので今まで使っている方も多分こっちに変わっていくと思うんですよねなので気になる方はぜひチェックしてみてください 続いてはこちら。シンピルテエージースターフィッシュシートマスクです。 こちらはですね以前 YouTube でもあとインスタでもご紹介したでエキスですね自然界由来でレチノールと同じような表皮を厚くしたりとかっていうような効果のある人エキススが入っている美容液をひたひたたにに含んだシートマスクになりますなのでヒトデエキス自体もレチノールとかが使えない人あとはやっぱりすごく保湿力が高いのでだんだん乾燥してきている時にはすごくいいなと思いますしあと私みたいな姿勢肌の人でも保湿力が高い だけど油分がそんなに入っていないのでベト付きっていう感じにはならないですね。確かに糸を引いたりはするんですがベト付きっていうよりは本当にしっとりさせるっていうような感じですなのでこちらは肌疲れてきたなとかこれでなんかこう全部のシワがっていうよりはなんかちょっともちっと肌をさせたいなと思った時に使わせていただいたっていう感じですで1枚で持ってるんですけど私は箱入りの4枚を購入して使ってるっていう感じになっています本当に旅行というかあの家を開けてることが多か たり宮古島は11月なのに30度だったんですよ気温がでも東京に帰ってきたらまあ普通に秋でしょ今度はフランスに行ったんですよそしてフランスはまたちょっと寒かったりそんな感じかなって帰ってきたらまた東京寒くなってたりとか自分の体がこう気温についていってなくってそれと一緒でスキンケアもちょっとね暑い時用だったり寒い時用だったり乾燥してる時用だったりちょっと肌も久しぶりに油分があんまり出てないなって思ってたんですけれどもだか揺らぎっていうとなんかヒリヒリするとか髪するとか。 とかではなくってなんとなく調子が悪いわけじゃないんだけれども少し疲れてるなっていう時にパーンと貼ってくれるような感じがしました続いてはこちらイイイュニススオモイストバブルボディウォッシュですこれはボディウォッシュなんですけれどもほん 本当に香りが最高です正直お家で子供たちと一緒に使うのは嫌で子供たちにはこれを使わないでくれママのだからって言ってるのと本当にあの旅行というか家を空けることが多かったので、まあ、お風呂の時間っていうのでやっぱり自分のこうリセットする時にやっぱ自分の好きな香りのボディウォッシュを持っていくだけで旅の疲れだったりとか出張の疲れって結構癒されるので私はこれをちょっと持っていってシトラスレモネードの香りなんですね。だからといって柑橘です ずっと爽やかな夏っぽい香りでもなくちょっと とフレッシュなんだけれども優しさのあるようなちょっとどことなく懐かしいような香りがするので癒されながら旅だったりとか出張の疲れをこちらで癒されていたっていう感じですで泡立ちもめちゃくちゃいいんですねそれこそ宮古島ってどちらかというと香水というか泡立ちが悪いんですよ石鹸とかのフランスもそうなんですね泡立ちがあんまり良くないだから洗顔とかは全部泡のやつを持っていったんですがこれはどんな水の質でもすっ すごく本当にもこ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 っと泡立ってくれるのですごくね洗う時にも肌にも負担もないしあとはこう落としすぎないっていうんですかね洗いすぎるっていうことで乾燥っていうのも少なかったのでもちろんその後にボディクリームとか塗ってたんですけどもそれでもなんかお風呂場にり突っ張るっていうことはなかったので癒しの私の一本かなと思っております。 続いては、ちょっとね、これ日本に売ってないもので申し訳ないんですが、私少し前にフランスに行ってきたんですよ。それはラロッシュポゼさんのお仕事で、世界の皮膚科の先生が集まって、ラロッシュってね、実は皮膚科の先生が一番使ってるナンバーワンのコスメなんですよ、世界中では。日本ではどうしても日焼け止めっていうイメージなんですけれども、いろんなシリーズがあって、日本では売ってないものもたくさんあって、日本とはちょっと保険制度が違うので、あれなんですけれども、お医者さんが治療薬 と併用して出すすスキンンンケアアででシェアがナバーワなんですねだから日本ではこんな成分入れていいのっていうようなものがたくさんあったし日本で売ってないようなものがあったのでちょっとねワクワクしていっぱい買ってきちゃいましたラロシュポゼ村っていう村の湧き水であるターマルウォーターを全部の製品に入れているのでそこのターマルセンターに行ってどういうういいな治療ををしてててるののかっていうのを見てきたんですねそこで全部の種類が売ってたのでターマルセンターでいろいろ買ってきました。 ターマルセンターってね日本では言うんですけどセンターターマルって普通に書いてありますね2つびっくりしたことがあって1つはやっぱりフランスってエコ大国じゃないですかだからパッケージが全然違うのそれがねまず1つ面白いなと思ったので買ってみたんですけれどもそれがこちらの2つですこっちはリピカっていうボディークリームなんですねこれはこのパッケージじゃないんですけれども違うパッケージで日本でも普通に売ってます保湿のラインなんですねこちらはは子供用の日焼け止めです昔はこれ これも日本で取り扱いがあったんですけど今はちょっとね必要がなくなっちゃったんですよなのでああそうだ買いたいと思ったらこういうなんかパッケージになってましたこれ何がすごいかってまずこのパッケージ全体的に紙なんですねわかりますかね 多分リピカはちょっと分かりづらいかもしれないけれどもキッズ用のやつはもう紙だってわかると思うんですけどこれ紙のパッケージになっていますでもう一つここを見ていただきたいんですけれどもここがちょっとちっちゃいなと思いますよね日本だとここがもうちょっと太いというかごついじゃないですかでもなるべくプラスチックを小さくしたいっていうことで厚みがないんですよなのでこれでプラスチックの体積がかなり小さくなるので、まあ、全体的に使っているプラスチックを減らせるということですよね どちらも私は使ったことはあるものだしこの日焼け止めはもう日本にはちょっと売ってないんですけれどもどちらも私は好きなものでちょっとパッケージがねエコを意識してたのでこちらも購入しましたあとはですね日本に売ってない絵はこれ日本に売ってほしいなっていうバージョンのものですそれがこちら。 ピュアビタミン c のセラムそしてこれがレチノールのセラムになりますどっちも日本でもかなり売ってほしいなと思うんですがピュアビタミンセラムっていうのはピュアビタミン C が10%入っているでこっちがピュアアレチノールとナイアシンアが入っているものになりますそのターマルセンターの人に「このレチノール買いたい」って言ったら「君にはまだ早い」って言われてこのレチノールを使う前にビタミンを使った方がいいしもう一つ日本にも売ってるんですけどパンテノール C。 シリーズのやつがあるからそれを使えみたいなちょっとレチノールは君にはまだ早いって言われたんですけれども日本ではレチノール結構、ね、若い人でも使うんだよみたいな話をしながらいいなと思ってこうしてみましたピュアビタミン C プラスラロシュポゼンのさっき言ったターマルウォーターが入ってるのであんまりピリピリしないしターマルウォーター自体が抗炎症があるので抗炎症もしながらビタミン C の抗炎症と相乗効果があるっていうふうに言っていたのであちょっと楽しみだなと思っていますこちらははピュアレチノールと,あとはグラナ レチノールですねレチノールの違いについてもご説明した動画があるので違いがわからない方は是非そのレチノールの違いの動画を見ていただきたいんですが2種類入っているのでアプローチの仕方がすすごく違うんですねなのでその2つが入っているプラスナイアシアミドビタミン B3 っていうのはナイアシアミドのことなのでそれも入っていてマルチに使える美容液だなと思ってここれ日本にもも売っっっってててししいなって思たたのでこちらも買ってみましたその他ニキビ用のものだったりとか本当に日本でも売ってほしいなっていうものがたくさんあったので。 ラロシュポゼの日焼け止め以外にもすごくこう気になるものもあったし続々と日本にも登場するんじゃないかなと期待も込めて今回は買ってみました最後はコスメになります。コスメを購入したのはこちら スリーのユナイイイテッドフルイドフアイカラーですこちらは美穂さんと下半期のベスコスをご紹介した時に美穂さんが、えー、一押しとしてアイシャドウででご紹介しててくれてたんですねで私美穂さんのメイク結構参考にすることもあって何をアイシャドウ選ぶんだろうと思って絶対パレットだと思ってたらまさかのこちらのリキッドアイシャドウで正直あの、ま、発表会とかで別の色を見てたんですけれどもああこんな感じかっていうふうに思ってたんですよね。さんが使っってってててるよ言 のが n-01 の番と b-01 の番っていうやつだったんですよね n-01 の番はどちらかというと本当にコーラルピンクな感じでまぶた全体にしても厚ぼったくない本当に綺麗なピンクになります b-01 の番がちょっとラメが入ってるような感じなんですよね上が b-01 ので下が n-01 の番ですでみほさんはこのピンクを全体的にアイホールに乗せてこの綺麗なラメが入ってるんですけどこれを目尻に行っておっしゃっていて 本当に綺麗なお色ですベスコスの時に美穂さんも言ってたんだけれども結構リキッドなアイシャドウって溝に入ったりとかよれるイメージがあったんですけどこれねウォーターータプルーフらしくて本当によれないのだからピタッとくっついてアイシャドウってどんどんなくなっていったりよれちゃったりすると思うんでそれがすごいね少ないなと思ったのでこれは本当に美穂さんに教えてもらってめちゃくちゃ良かったなと思います。 続いては韓国で購入したものになります。トーンウォークのリップとそしてファンデーションになります。こちらのファンデーションアクションファンデかなと思った方いらっしゃると思うんですが実はねこれねクッションっぽいんですが押すと真ん中からピュッ とリキッドファンデーションが出てくるんですよ。リキッドファンデーションのコンパクトなんですよ。そこもすごくないですか？どちらも自分用に作ってくれるんですね。まず、ファンデーションはなんか ai みたいなものに、パッと顔を入れて自分の肌の色がどれかっていうのを示してくれて、ツヤがいいか、それともマットがいいか、コンパクトにするかの瓶にするかを選んで、自分に一番ぴったりな色で作ってくれるもの。そしてリップもですね。自分の顔に合わせてチョイスしていて最後にこれ。 あなたにぴっっったりりなな色ですてていうもものの作ってくれるものになりますファンデーションはアモーレパシフィックの本社の中にあるお店で作ったんですけれどもこっちはアモーレソンスっていうアモーレパシフィックのものが全部置いてあるところで予約してやる感じですどっちもほんと5分ぐらいで判定は終わって出てくるのも30分ぐらいかな待ってくださいみたいな感じだったのでお買い物してればすぐ出てくるような感じ。でなんといってもももファンンデーションもリップもこれがあなた の色ですって言われたらめちゃめちちゃゃ嬉しくないですかなので多分普通に言っても買えると思うんですけどこの色はちなみに私はファンデーションは、まあ、グローの22の C の2っていうやつで,でリップ はすごくいっぱいあるらしいんですけれどもリップスティックのってて書いてありますねなので多分825番なんだと思うんですがたくさんいっぱいある中でこれだよって言われたらすごいいいなと思って最近こればっか使ってますさっきも言ったんですけどこれリキッドでクッションじゃないのでリキッドファンデって持ち歩くの面倒くさくってでもリキッドでこうしっかり仕上げたい時ってあるじゃないですかだからあこういうふうに全部のリキッドしてくれたらすごい持ち歩けるのになっていうふうに思いました。 はいということで11月買ってよかったもの使ってよかったものをご紹介しました今回はね本当に出張だったりとか旅行だったりとかでちょっといつもとは違うような感じの動画になっちゃったんですけれども皆さんにいろいろご紹介できたかなと思いますもしフランスに行かれる方はラロッシュの日本によってないもの韓国に行かれる方はぜひ自分用のデ、ね、ィップとか使っていただければいいかなと思います11月も終わってもう12月ですね12月はミホさんとまた年間のベスコスをやるのとプチプラだったと りとかそれ以外のレスコスもたくさん出してまず2023年のまとめをしたいなと思いますのでその動画も楽しみにしていてください。ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございます。ままた次の動画でお会いしましょううさよなら